こんにちは、アムスタッフの葵です。今回はファスト&ドリフターズのアイテムをご紹介していきたいと思います。では早速着用から始めます。はい、ではまずはじめにこちらの MA1 ハンドペインテッド MA1 のご紹介をしたいと思います。全体このような感じです。で、今回ファスト&ドリフターズのテーマと入ってきたもののアイテムたちのテーマとしては 80s、90s のスケートバンド T シャツ、アルバムのジャケットをモチーフに、そのグラフィックをハンドペイント、下書きなしのハンドペイントで描かれており、それにマッチするような古い要素だったりアメコミから着想を得て、このようにハンドペイントがなされております。で、このバックなんですけど、この後ろのペイント、ハンドペイントはレッドホットチリペッパーズ弱者をハンドペイントしたものになります。で、袖裏にはそのジャケットの、そのアルバムの曲の一部の歌詞が書かれております。で、詳しく見せるとこのような感じになっております。今閉めてきてるんですけど、開けてきてみるとこのような感じです。僕の身長が175センチ、60キロでこのような感じになります。で、全てボディが古着なので、これも MA1、 元は古着の MA1 に下書きなしのハンドペイントしたものになります。で、今回パンツを3本とこの MA1、 そしてスノーパーカーが店頭にある1着とオーナー私物のものが1着ご紹介させていただきます。で、こちらのお値段が36,000円プラスタックスになります。はい、続いてはこちらのハンドペインテッドスノーパーカーご紹介したいと思います。全体このような感じです。はい、で、先ほどご紹介した MA1 のバッグにもプリントされてたレッチリのアルバム、レッチリのジャケット写真が後ろの方にハンドペイントで描かれております。で、この胸元のところにはアイアンメイデンのツアーティーグラフィック、この骸骨がギターを持ったものが描かれております。で、全体的にはこのような感じでハンドペイントが施されております。で、もともとこれもボディは古着なので、そのスノーパーカーはおそらくオランダ軍のもののスノーパーカーだと思われます。で、今ディティールはそのスノーパーカーなんで、このように絞っていただいて着ることもできるし、まあ、フードがあるのでかぶっていただけることもできます。で、フードもかぶったときに後ろの方に絵が描かれていますので、このような感じにかぶったときに綺麗に見えるようになっております。で、ポケットは貫通式のポケットになっていて、ちょっと透けている感じがあるので、中に色物を着て楽しむこともできるんじゃないかと思います。お値段の方がこちら34,000円のプラスタックスになります。はい、続いてはこちらはちょっと店頭ではなくてオーナー私物のものになるんですけど、スノーパーカーご紹介したいと思います。全体このような感じです。さっきのグラフィック、まあ、全然違うんですけど、やっぱこっちのバックのグラフィックがすごい印象的なものなのかなと思います。で、このような感じでハンドペイントが施されております。このスノーパーカー、先ほど紹介したように、まあ元々のものはボディが同じでグラフィックが違うっていうものになるんですけど、結構やっぱポップな感じで
落書きのような字があればこのように骸骨やだったりスピリチュアル的なものだったりがいろいろ入っててすごい面白いのかなと思います。やっぱり最近スノーパーカー着てる人って多いと思うんですけど、こういうハンドペイントで描かれているスノーパーカーってなかなか珍しくて、結構そういったとこで差が違いが生まれるんじゃないかと思います。続いてこちらのハンドペインテッドリーバイス501の方をご紹介したいと思います。全体このような感じです。でこちらが元が、まあ、先ほど商品名のようにリーバイスの501をボディとしてハンドペイントされたもので、一応サイズ感としてはバッチがついててウエストが36、レングスが36となっております。でこのような着用感です。一応僕はヒールブーツを履いててロールアップして、まあ、結構いい感じの長さなのかなと思います。一応ロールアップを外してみると結構長い感じで、ブーツを履いてたらこれぐらいの感じでもういいのかなとも思います。で一応外してみて分かると思うんですけど、ロールアップをした後のここにも一応ペイントが綺麗にハンドペイントされていて、すごいこだわっているなと、こだわったものだと思いました。グラフィックの紹介をさせていただくと、ここに手で持った地球儀だったりこのポップな感じの We Can Be っていうものが書かれてたり、でもここには太陽神、これ自体がもともと古い洋書だったりアメコミをイメージしてそこからサンプリングを得て書かれているものなので、こういったようなグラフィックが多く書かれております。でバックにはこのように、こちらにはバスト&ドリフターズと書かれていたり、このパッチには P&D と書かれております。お値段の方が税抜きで2万9000円となります。はい、続いてこちらグラフィック違いの同じハンドペインテッドリーバイス501になります。全体このような感じです。でまずサイズ感としてはこちらあのパッチがなくなっておりまして、ウエストレングスがしっかりとしたものがわからないんですけど、3本の中でしたらウエストは結構大きめな感じでちょっと縛ってます僕は。でもレングスはまあヒールブーツ履いてちょうどかなっていう感じですね。でグラフィックの方紹介していきたいと思います。でまずこちらが ACDC のハエを描いています。でこちらからどんどん下がっていってこのようなグラフィックが描かれております。でこちらがパウエル風のピンクパンサーをイメージして描かれたようです。でこちらがバンドのブラックサバスというバンドのものをハンドペイントで描かれたものになります。でバックにもこういったようにクモの巣のようなものが描かれていたりもします。でこちら先ほどのデニムと同じ価格で2万9000円プラスタックスになります。はい、続いてなんですけどハンドペインテッドリーバイス501のデザイン違いを紹介していきたいと思います。全体こんな感じです。はい、こちらなんですけど、まあ、そう日本と違ってあんまり元ネタとかなくてですね、デザイナーさんのですね、まあ、イメージでこうポップでこうピースフルな感じのイメージをですねペイントされた一着になってます。でですね、まあそういう意図もあって、まあ、赤緑とか黄色とかちょっと分かりやすくこうバキッとした色を使って、まあ、デニムなんですけど、まあ、いろんな色が遊べるような一本になってます。
ですね、ウエストレングスが36、32になってます。葵くんは今ちょっとヒールブーツ履いて着用してるんですけど、まあ、僕はちょっと私物の黒のスニーカーで今はしてるんですけど、まあ全然どちらでもいけるようなデザインになってます。はい、じゃあちょっと近めでちょっとデザインの方見ていってほしいんですけど、まあですね、まあ、ちょっとこういうちょっと可愛らしいフォントで黄色でパキッとした色使ってっていうグラフィックやったり、まあ、ちょっとこうアメコミっぽいようなですねグラフィックだったり、まあ、あとはここにですね、まあ、ニコちゃんマークがこうですね、まあ、蛇になってて自らのですね王を食べているようなデザインだったり、まあ、いろいろ見てもらうと分かるんですけど、まあ、あとこっちの裾の部分はちょっとファイヤーパターンっぽくなっていたりとかっていう感じです。でここのまた紙の部分ですね、今ちょっと大きめにこうちょっとこう落書きのような雑に書かれたようなですね英字がプリントじゃないとペイントですねされているようなになってます。で後ろ側はこんな感じで、まあ、ちょっと後ろ側もまあシンプルではあるんですけど、まあですね、まあ、前ほどではないんですけど、まあ、ペイントが施されているようなデザインになってます。以上で着用を終わりたいと思います。今回ご紹介したアイテムはオンラインショップの方で掲載していますので、もしよかったらチェックしてみてください。インスタグラムのフォロー、 YouTube のフォロー、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。